はい、こんにちは、物欲名古屋人です。今回ね、カメラ雑談というか私が使っているねレンズを紹介したいと思います。ちょっとカメラ機材ね、紹介頻度減ってきてまして、車ばっかね紹介してましたけれども、カメラもねちゃんと忘れてませんよというかね、使ってますよということでね、紹介したいと思います。こちら α7C2、 非常にコンパクトでね、結構最近こればっか使っているという感じになりますけれども、動画撮影というかね、この YouTube はもうずっと FX30 で三脚に装着しっぱなしでね、 SIGMA のレンズ 18-50mm の F2.8 のレンズ使ってますけれども、このレンズはねもう私の中で神レンズ的にちょっと収差ありますけれども、とても便利に使っているレンズですけれども、今回ご紹介するのはね、こちらタムロンですね。はい、今の FX30 で使っているシグマのレンズね、先ほど収差と言いましたけれども、微妙なのがね、このね、はい、ここね、ちょっと緑に出てますよね。そして手前がね、これオレンジに出るっていう、これがね、もう、いまいちというかね、起きてしまうんですよね、こうエッジの部分。どうしてもね、補正ができないんですよ。なので、ここだけですね、このように近寄ってね、撮る場合は、このように偽色というのかな、こういうのが出てしまいますので、ここだけがね、いまいちというか、なかなか補正もできず厳しい点ではございますけれども、こうちょっと離してやったりねすれば色は気にはならなくなりますけれども、このように今ここがオレンジで緑という感じですよね。というのは置いときまして、今回はこちらですね、タムロンの 20-40mm F2.8 DI3VXD モデルが A062 というレンズになります。これ紹介してなかったなと思いまして、今回ね取り上げましたけれども、いいんですよこれ。今このね α7C2 には結構な頻度でこのレンズつけっぱになってます。評判もとても良いレンズで、発売された時は多くのね YouTuber さんでも紹介されてるレンズですけれども、やっぱいいですねやっぱいいわこのレンズというのが、結論というか使ってみてねコメントというねことになるんですけれども、ソニーのこちら E マウント用の、広角レンズですね、フルサイズの広角レンズ 20mm から 40mm までというね画角使えますので、とても便利な画角のレンズです。コスパもいいということでね、こちら超有名ですよね、タムロン 20-40mm ということで、私ルミックスのね 20-60mm のレンズがめちゃくちゃ好きでね、やっぱりこの 20-60mm出ないかなとずっと思ってるんですけれども、なかなかね2060、さらに 2060F2.8 なんて出たらね、もうね、ほんとこれ1個でいいやと思うぐらいのレンズになるんじゃないかなと思いますけれども、なかなかね微妙な絶妙なねレンジで出てきますよね。で、気になるのはね、これ手ブレ補正ですけれども、ソニー社外品というかサードパーティーのレンズだと手ブレ補正に弱いって言いますけれども、純正よりはねやっぱ若干弱い気がしますけれども、そこまでねダメダメっていうわけでもなく、ちょっとね別途検証動画出そうと思いますけれども、手ブレ補正ちゃんと効かせて使えるというレンズになります。で、 20mm からあると何がいいかというとね、このね α7C2 なんですけれども、4K60fps を撮るときはね、クロップになるんですよ。APS-C クロップ。なので、今技術的にこの C1 に今私 APS-C クロップ割り当ててますけれども、こんな感じで。なので、今ね、広角端の 20mm にした状態でも 4K60 撮ると、はい、このぐらいの画角になりますので、1.5 倍ということで 30mm ですね、になります。なので、4K60fps 使う時にもギリギリ広角から、そして望遠は 60mm になりますので、 30-60mm として使うことができますので、そのあたりもフルサイズでも APS-C でも両方ね使い勝手がいいと、クロップしても使い勝手がいいレンズになりますので、この α7C2 は 4K60fps も APS-C クロップでしたらね使うことできますので、そういった点も考えるとこのレンズなかなかね使い勝手がいいと思いますし、あとね接写ができます。これ17センチまでね寄ることができるんですよ。なので、めちゃくちゃねこう使い勝手がいいんですよね。やっぱりね寄りたいですよね、はい、今もねフードの先端ギリギリというかもうミリ込むぐらいに今このようになんとミニ四駆のトミカ置いてますけれども、はい、これでもピントが合うというね驚きの接写です。
大体ねフルサイズのレンズって近寄れないものがね結構多いんですけれども、なので APS-C のねレンズかなり近寄れてね使い勝手がいいというメリットありますが、このね 24mm めちゃくちゃ近寄れますね。これでもねピントが合うというね驚きの、はい、接写能力を持ってますので、そして F2.8 という明るさなので背景ねぼかして広角域でも接写して撮ることができるというね幅の広さは素晴らしいですね。本体はこのようになってまして、はい、この辺りはね樹脂ですけれども、まあそこまでねチープ感はなく 20mm40mm このような可動域です。しかもせり出しがそこまでない、このぐらいですね。まあ、インナーズームにしてくれるとなお良しですけれども、まあ、この状態でインナーズームにするよりは、まあ、稼働して少しでもねコンパクトに持ち運べるというメリットがあるかなと思います。そしてピントリング、はい、外しますと、フード外しますとこんな感じで、まあ、今ねこのように保護フィルターも付けられます。 20mm ですのでそれ以上くとねこうレンズ湾曲しててなかなかフィルター付けられないというものも出てきますけれども、こちらは問題なく付けられます。径は 67mm のレンズです。調整とかねできるようにこのファームウェアとかね上げられるようにタイプ C のポートがあるのがこのねタムロンのレンズの特徴ですね。レンズのアプリでねフォーカスの制御とかいろいろできるようです。入れてちょっと試しましたけども、今のところ私でね、その制御するニーズありませんので、特にアプリはねそこまで使ってませんけれども、こういった点で調整できたりするねポートがあるっていうのも面白い点です。サイズ感こんな感じ、とてもコンパクトな α7C2、 驚きのコンパクトさに対してこのフルサイズのレンズ、まあ少なくともね APS-C よりは大きいですけれども、うん、いいですね。サイズ感ちょうどいいと思います。でこのレンズ結構競合というかね悩むレンズが多いと思います。例えばソニーの純正ですと 20-70mm の F4 ありますよね。それだとねやっぱり F4 ということで室内だとどうしても 2.8 欲しくなると言ってね F4 という壁がありますよね。 F4 買ってもね結局 2.8 欲しくなるという現象は誰にも起きますので、まあ、F4 でいいやということをしっかりと自分でね両方使ってみて納得できないと結局欲しくなるというのはね間違いないと思います。で私の場合は単焦点 35mm、55mm、85mm と、あとね 70-200mm の F4 持ってますけれども、広角域がね結構弱かったのでそこでこれを補うという形になりました。ソニーの広角域ですと 16-25mm の F2.8、 また絶妙な画角、また 24mm、50mm の F2.8、 先ほどお伝えした 20-70mm の F4、あともっと大きくても良ければ 24-70mm の GM2 ということで、なかなかねこの微妙なこれ全網羅する 2.8 が出れば最強なんですけど、やっぱそういうわけにはいかないですよね。あとね一つの手としては私は持ってますけれども APS-C 用の 10-20mm を使うという点もありますね。よりコンパクトになります。とても悩ましいとこですね。せっかく α7C2 コンパクトな本体を使っているのでレンズもコンパクトにトータルでねサイズ感を抑えていくっていうことがね大事なのかなというか、まあ、そうしていきたいという中ではねこの 20-40mm っていうのはいい選択肢だったんじゃないかなと思いますし、とても使い勝手がいいのでね悩んでいる方はね一度ね使ってみていただければなと思います。長さとしてはね 86.5mm で最大径が 74.4mm、 重さが 365g となります。今こちらねスモールリグの下のプレートと、あとこの無理やりこのハンドルというかねグリップをハンドグリップつけた状態です。これで少しね測ってみましょうか。であとはフィルターつけてバッテリーも中に入れた状態ですね。なのでこのリグは結構重さあると思いますけれども、どうでしょうか、1キロ超えるかな、1キロ超えますかね、1キロ超えますね。 1031g とこんな感じの重量感です。リグとストラップグリップをね外せばもう少し軽くなると思いますけれども、まあ、大体1キロ装備でいけるといった感じです。まあ、これがもう少しね大きい α7R5 とかだともう1キロ余裕で超えてしまいますので、この、ね、α7C2 との組み合わせっていうのはいいんじゃないかなと思います。
また Vlog 等の自撮りにもいいですね。このように、まあ、私自撮りしませんけれども、こうやってやることで広角ですのでね、より広くおっさんの顔、ドアップで映ることなくね使えますし、またオートフォーカスも速くてフォーカス音も静かです。でこう歩きながら撮るときはね、やっぱりそれなりにブレはありますので、まあぬるぬるのなんでしょうね、手ブレ補正っていうのはね期待しない方がいいと思いますけれども、そういったときはねオズモポケット3とかそういったアクションカメラとかジンバルカメラ使うのがいいかなと思いますけれども、まあ、フィックスというかね、ちょっと止まった状態で風景撮りとかね、少し動きのあるよう撮るには十分な手ブレ補正かなと思います。フリンジもね少なくていいですし、絞り9枚ありまして、まあ、綺麗な絞りですので、まあ、万能に使えるという感じで、本当にコスパいいというとね、なかなか品質はと思うかもしれませんけども、両立されてるかなと思いますので、ヒットの理由がわかりますね。ぜひともね、これ純正でね、このあたり出してほしいなというふうには思いますけれども、20-50mm、20-60mm、F2.8 とかどうでしょうね、ソニーさん。ということで、いかがでしょうか。ちょっとね、最後、こんな感じでということで、写真だけね、ボケ感みたいなのをね、流して終わりたいと思います。特に車の室内、この前 CX60 納車されまして、こちらのレンズだけでね、また名古屋城の前行って撮ってきましたけれども、室内とか、狭い場所を撮るのにもめっちゃ便利ですし、近寄れますし、本当に何でも撮れるなということと、写りも良かったのでね、気になっている方、これ買って損なしのレンズだと思いますのでね、ぜひチェックしてみてください。ぜひね、ニコンもこういうレンズ欲しいですよね。14-30mmF4 もいいんですけれども、もうちょっと広角じゃなくてもいいから、20mm 始まりの F2.8 とかね、あったらもう食いついて標準レンズとして、ね、取り入れられるんじゃないかなと思います。やっぱ 20-60mmF2.8 ですよ。もうそれをね、望みますね。バカでかくなってしまうと思いますけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。ということで、まあちょっと今更ですけれども、使ってるレンズ紹介ということで、タムロン 2040mm の F2.8DI3VXD のモデル A062 ご紹介いたしました。持っている方、気になっている方ね、いかがでしょうか。またコメント欄等で感想とかね、いただけますと嬉しく思います。では今回もご視聴いただきありがとうございました。